皆さんこんこにちは東高ですパラグアイの選挙で与党候補が勝利しました台湾とパラグアイの外交関係の安定はいつまで続くのでしょうか台湾はどうすれば中国共産党の外交戦争から脱却できるのでしょうかまたアメリカとフィリピンの合同軍事演習が終了しフィリピン大統領が早速ホワイトハウスを訪問していますさて本日は世界の大戦場ニュースと銘打ってお送りしますご覧ください Música